ラブシーン。おラブシーン。どうもしミオにオファーが来たら。キスシーンとか。そうね。そうミオに。すごく思うんですよ。あの、今まで、その何人ものメンバーにね、チューを求められてきたんですよ。うその狙われてきたんですけど、いや、私は、白馬の王子様が現れるまでは絶対に譲らないって来たんで、まあその白馬の王子様が現れる前に、ラブシーンがあったら、もうどうしようって。ラブシーンって何 キスシーンとは違うのまあでも、まあ。ベッドシーンも。いやもう、本んに。ベッドシーンいや、想像できないんですよ、自分が。あの、ドラマ大好きなんで、そういうシーンも、それはたまにね、見ますけれども、やっぱ傍観者でいたいなってずっと。自分があそこになる。私は全然、ありだと思って。で、しかも私のファンの皆さんもきっと、うん。 ラブシーンとかでっても、見てくれる気がする。え <laughs>、うん、から、わからないですけど、私ね、まあ仕事だから。うん、すごくね、うん、気になるんですよ。うんうん、なんで、チューじゃないのか。<laughs> どういう意味、チューじゃないって<え>、うん、チューって終わりだと思ってたんですよ。うんうんうん でもなんかいろいろあるじゃないですか,か。ドラマってなんか長い,長いじゃないですか。最近になって余計なんかそういうのあるじゃないですか。だから。らよ,、ね、よくがわかんないんですよね。え、そんなん,さ,、うん、んなさ、どうやってお互いのテンションでなんかなねんのねえ。がでもやっぱなんかこう、男性の出演者の方の方が引っ張ってくれるみたいな。えムーデーあるじゃないですか。もう。だ,だからちょっと、本当に、いや、私きっとダメだなって思って。私のムーデコメディ専門になろうって思いました。ええ になったとしてでだけでででいいと思うんすもその時は、やっぱ自分をその役に入り込んだら、恥ずかしさとかなくなるかもしれない。確かによく言うから。でも私もアイドルしてる時は、完全に自分は捨てて、んやろ。 渡辺美幸というものを捨てて、もう,もう今、別人格に入り込むタイプのアイドルなんで。うんうん、そっちなんだ。えじゃあ、いいじゃない。女優向きですね、かもしれない。もしかして、ね、もしかしたらそうかも。うん。もうみよりんはもう素でいく、もうコメディタイプでいきますね。なるほど。確かに、その方がなんかみよりんは良さそう,で、ね、<laughs> そう。もう笑っていただければ嬉しい。<laughs> いや、またなんか来た。え何し<子>えこんなこと、なんでこんなこと書いてあるんですかミオリなんて。もう嫌、もう何子ですって。何それ何子って、まあ確かに聞いたことありますよ。その保険の,の授業で出。待って待って待って。一保険のテスト99点やった。お学年トップやった。なん <laughs> でミオリはね、でも確かに。何、うん、子は。